万里の長城、6352km 2005年2月に北京の近くで撮影。メガストラクチャーは非常に大きな人工建造物である。大きさの基準は定義によってかなり異なる。一部の人はこの用語を特に大きいまたは高い建物に適用する。いくつかの情報源では巨大人工構造物と定義している。メガスケールエンジニアリングやアストロエンジニアリングによる建造物はメガストラクチャーである。ほとんどのメガストラクチャーの設計、構造、アイデアは現代の工学技術では実現不可能である。そのためほとんどは理論上のアイデアやフィクション上の存在に止まる。現代の工学技術で構築可能なものはメガプロジェクトとして存在する。メガストラクチャーは1960年代に普及した建築概念でもあり、都市は単一の建物、または相互接続された比較的少数の建物に収まるものだった。そのようなアーコロジーの概念は SF 作品などで人気が高く、様々な作品で使用された。メガストラクチャーはアーサー・C・クラークによる宇宙のランデブーに登場するラーマのように SF 作品の重要な舞台として役割を果たすことが多い。1968年にラルフ・ウィルコクセンはメガストラクチャーを部屋、家、または他の小さな建物を後で設置、削除、及び交換できる構造フレームワークとして定義した。これは無制限の拡張が可能である。このタイプのフレームワークにより建造物は居住者の個々の希望に適応することができる。それらの希望は時間とともに変化する。他の定義としては、メガストラクチャーを建造物内部で自己完結型コミュニティが成立するように開発に不可欠なサービスと施設をサポートできる環境と定義している。多くの建築家がそのような巨大構造を設計した。そのような注目すべき建築運動や建築家には、メタボリズム、アーキグラム、セドリック・プライス、フライ・オットー、コンスタント・ニーウェンフイス、ヨナ・フリードマン、バックミンスター・フラーなどがある。次のような建造物は、メガストラクチャーとみなされる可能性がある道路や、鉄道のネットワーク、及び建物の集合体は、サイズを基準とした場合では的確となるにもかかわらず、通常メガストラクチャーとはみなされない。ただし、惑星全体が都市という仮想的な概念のエキュメノポリスはメガストラクチャーとみなされる。メガストラクチャーと考えられる多くの建造物のアイデアが考案されている。理想的な半径 1au のダイソン玉からの断面図構成スケールのメガストラクチャーのアイデアでは、構成のエネルギーを大きく利用するものが多い。エネルギー以外には、重力や高度な文明にとって必要な何らかの目的を達成するための機能が作られる。単一で構成されるものではないため、メガストラクチャーとしては分類されないかもしれないが、同様の構成スケールの規模で成立する構造もある。軌道エレベーターのコンセプトの一つ。移動式の海上プラットフォームにつながれている。フィクションにはメガストラクチャーと考えられる多くの構造が登場する。ありがとうございます。